川勝隆直は、江戸時代前期から、中期の旗本。元立林半身。竜直川勝家の初代当主。寛永15年、川勝茂氏の4、男として生まれた。正法3年6月5日、召されて、徳川綱吉に仕え、故障となった。慶安元年12月11日、月報を20口賜り、後に、神田の館に置いて、 書院番組頭となり、倉前三百票を賜った。後に、また故障組番頭に進み、二百票加えられ、先の月報は返上した。遠方八年の綱吉将軍就任に伴い、幕臣となり、旗本家を起こした。家門は五十七切り、釘抜き。投資時は、高市。遠方八年、徳川徳松殿が、西城に移るときに従い、 天那三年うるう五月十一日に、五風となったが、徳松殿政挙の後退職を許され、小不審となった。上京元年十月十日、故障組に列し、上京二年十月三日に新番頭に進み、奥の金も兼ねた。同年十二月二十三日、三百票を加えられ、同年十二月二十八日に不意を切ることを許された。 元禄九年四月十一日、剪定弓頭に展示、元禄十年七月二十六日に倉前を領地に、改め、上野国田五軍、緑谷軍、日田軍、助倉井軍、群馬軍内において八百国を賜った。元禄十四年正月十一日、持ち弓頭に移り、宝永元年八月十一日に古商組番頭に、進んだ。同年十二月十一日、 地した野と守るに助任し、同年12月12日に、上野国群馬群、田子群内において戦国の画像があった。宝永5年12月9日、戦国の画像があり、先に賜った800国の土地を改め、相模国愛国群、大隅群、高座群内において1800国賜り、すべてで、上野、相模内1 8 0 0国を治療した。 聖徳5年9月11日、職を辞して、同年12月11日に隠居し、隠居料として、蔵舞300票を賜った。家徳は、養子の高明に譲った。教法15年5月17日、93歳で、没した。ありがとうございます。